はい、マッシーでございます。3年ほどですね、 YouTube の動画配信を一生懸命やってきました。その中で YouTube でも結構音の違いが伝わるんだなってことが分かりまして、徐々にですね、この録音環境のグレードアップもやってまいりました。一番最初はですね、この iPhone で動画も音もやってきました。2番目はですね、この iPhone にですね、マランツプロのコンデンサーマイクをつけてやってました。そして3番目はミラーレスの一眼レフにロードのコンデンサーマイクをつけてやってきました。そして4番目にですね、空気録音にこのタスカムの IC レコーダーを導入しました。ここまでで結構音が良くなったなっていう、こう実感がありました。ただですね、最後の懸案事項がこのですね、タスカムのこのマイクなんでございます。このタスカムの IC レコーダーのこの内蔵マイクがですね、どの程度の性能を持っているのか、ちょっと不安があったわけです。このタスカムはですね、外部マイクに電源を供給する機能も持っています。私は、まあ、生録ブームを知る人間ですから、空気録音でマイクが、まあ、相当肝心だなっていうことは、なんとなく、こう、わかるわけです。この外部マイクをですね、なんとか導入したいと思っていました。AKG、アーカーゲーですね。アーカーゲーとか、まあ、ノイマンなんていうのが昔からあるブランドです。しかし、どれを買っていいのかさっぱりわかりません。なんとかですね、そろそろ外部マイクをしっかり導入したいなと思っていました。そこでですね、オーストラリアのロードという会社のコンデンサーマイクを2本ですね、買って導入してみました。これを使ってですね、初めての空気録音をしてみたいと思います。音源なんですけどもね、こちらですね。こちら、フォープレイですね。いわゆる、まあ、フュージョンですね。1990年にボブ・ジェームスが中心となって作ったグループのようであります。この中のある曲がですね、まあいろんな YouTube のオーディオ動画で使われているわけなんです。そこでですね、うちのシステムでまあこれ鳴らしたらどんな音がするのかなってとても興味が出てきました。この5曲目のチャントという曲ですね。このイントロなかなかのかっこいい曲でございます。ハービー・メイソンのドラム。ドラムの振動板全体がバフッとですね、鳴る音が入ります。これがどんな音で鳴るか。まさにですね、自分のオーディオが試されるような音が入っています。この音はですね、もし大音量で聞いたら相当すごいと思います。さあ、我が家の JBL で空気録音をしてみたいと思います。Thank you.
Thank you.